このゾーンが一番好き。やっ。このくらいすぐ終わるね。どうしよう。どうしよう。やっ、この調子でいこう。邪魔しないで。よし、どんどん行こう。えいえいえい。負けない。決める。戦闘開始。よし、どんどん行こう。ストライク。頑張らないと。はっ。何
負けない。よし、どんどん行こう。これならどうだ。頑張らないと。はっ、何をしようかな。バングベア、早く次に行こう。ライムたちは負けない。よし、どんどん行こう。えい、負けない。次はどうしよう。どうしよう。攻撃、頑張っていこう。えいえいえい。終了。それ。いつも通り落ち着いて。次はどうしよう。はっ、この調子でいこう。ありがとう。着信ないかな。Thank you.
どうかした？原種、それに顧問か。冷静になってみるととんでもないことを引き受けちゃったのかもしれない。私、あんな化け物とこれからも戦えるの？特別な理由もなく戦っていけるの？はあ、考えたって仕方のないことだって分かってるけど。ちゃん、まだ悩んでるみたい。何か元気になるようなことを言ってあげた方がいいかな。今ライムたちが出て行っても逆効果だと思うよ。でもひなちゃんが悩んでるのに何もしないなんてできないよ。ライムだってそう思うけど、一人になりたい時だってあるでしょ。それはそうけど、ゆずっておせっかい焼きだよね。うん、そういえばこのクラスにはもう一人すごいおせっかい焼きがいたっけ。
白井、お昼食べないの？え？あ、もしかしてまだ顔と名前一致してない？あたいは成宮圭、よろしくね。はあ、それで何か用ですか？用っていうかさ、白井、もしかして一緒にご飯食べる友達がいないのかなって思って。ほら、白井って初登校の時期がみんなとずれてたでしょ。グループが出来上がってるところには声をかけづらいよね。だから白井のお弁当相手に立候補しに来たってわけ。そう、でもごめん、今日は先約があるから。ありゃ、そうなんだ。残念、タイミング悪かったか。白井、元気なさそうだったからちょっと心配だったんだよね。でも話し相手がいるなら安心かな。うん、ごめんね、心配かけて。いいよいいよ、あたいが難しい顔してる人を見つけると黙っていられないってたちなだけだからさ。話すだけですっきりすることだってあるんだから、悩み事があるなら遠慮なく相談して。うん、じゃあ私これで。うん、友達によろしく。それじゃあ今日はここまで。ねえ白井、今ちょっといい？え、何？さっきはいきなりでごめんね。親しくない人間に話しかけられてびっくりしたよね。あのあとあたいも友達に言われちゃってさ、ごめんね。もっと白井のこと考えるべきだったよ。いや、そんな。まずはあたいと白井が親しい関係になるところから始めなきゃね。え？白井だってみんなと話したいでしょ。あたいってほらそれなりに友達多いしさ、紹介もできるし。そしたら白井ももっとクラスに馴染めるんじゃないかな。気持ちは嬉しいけど、そんなに構ってくれなくても。そんなわけにはいかないよ。元気がないクラスメートを放っておくなんてあたいにはできない。だから、そう、うん、まずは自己紹介からだよね。あたいの名前は成宮圭、バスケ部所属で、好きなものはバスケに限らずスポーツ全般。白井は体を動かすの好き？普通。そっか、白井ちょっと運動苦手そうだもんね。普通だって言ったじゃん、なんで苦手なことにされてるの？で、逆に嫌いなものはちまちました細かい作業かな。そんなに器用じゃないからさ。それから好きな食べ物は、何なのこの人、さっきから自分勝手に絡んできて。白井、大体私は白井。またぼーっと考え込んでたよ。体調が悪いなら保健室に連れて行くけど。別に大丈夫だよ。それならいいけど。あ、白井待って。何？さっき友達を紹介するって言ったでしょ。今はいいよ。
でもさ、友達作るなら早い方がいいって言ってるじゃない。私のことは放っておいて、悩んでるってわかるなら悩ませてよ。誰もが手を差し伸べてほしいわけじゃないってあなたにはわからないの？話してって言うけど、あなたに話したって解決できない悩みなの。ひなちゃん、ゆず、追いかけよ。今日は休もう。ひなちゃん、大丈夫？ありがとう。でも大丈夫。成宮さん、ちょっといいかな？Kでいいよ。うん、じゃあ Kキノはごめん。はい。個人的な問題なのに、気を使ってくれたのに八つ当たりしちゃって。なんだ、そのことか。なんだって、あんなに当たり散らしたのに。あんなことであたいは折れないって。それにね、白井が怒るのもわかるよ。人に言えない悩みを抱えている時にあんなにしつこく迫られたら怒るよね。友達にもまた注意されちゃった。だから白井の相談役はきっぱりと諦める。その代わりに白井、あたいと一緒にスポーツしよう。は？スポーツ？なんでそうなるの？思いっきり体を動かせば大抵の悩み事は吹き飛ぶからね。相談役にはなれないけど、気持ちを楽にすることはあたいにだってできる。白井、あんまりスポーツ得意そうじゃないし、あたいがいろいろ教えてあげるよ。私、これでも体の動きと体力には自信があるんだけど。そうは見えないけど。成宮さん。お、西田？どうしたの？ひな子ちゃんは今はちょっと休んでるけど、子供の頃からずっとバレエをやってたんだよ。それはもうすごかったんだから。ちょっと幼い、そのことは。意外。その身長でポジションどこ？身長、ポジション、バレーボールでしょ。バレーだよ、踊る方。サラサちゃんの時大騒ぎだったのに間違える。その時ちょうどケイちゃんいなかったような。バカにしてるの？ごめんごめん、そんなつもりはなかったんだけど。でも白井の怒りもよくわかった。よし、じゃあスポーツで勝負しよう。は？どうしてそうなるの？その人間がどれだけ努力してきたかなんてのは、体の動きを見たらすぐにわかるからね。いいよ、そこまで言うなら勝負する。せっかくだし、勝負に条件をつけよっか。その方が燃えるからね。
乗った。私が勝ったらどうしよう。今考えなくていいよ。何でも一つ言うことを聞いてあげる。代わりにあたいが勝ったら、白井はもうちょっとクラスに溶け込む努力をしてもらうよ。いいよ、絶対に負けないから。あたいだって本気で勝ちに行くからね。勝負する競技は白井が決めていいよ。それくらいのハンデはないとね。その言葉、絶対に後悔させるから。ひなちゃん楽しそうだね。ムキになってるだけのような気もするけど、でも考え込んで元気ないよりもずっといいよ。うん、そうだね。今回の勝負、絶対に負けられない。ああ、ひなちゃん気合入ってるね。大事なものをあんな風に言われたら、ライムでも同じ反応するよ。ひなちゃん、勝負の種目はどうする気？種目か。どうしようか。せっかく選ばせてくれるんだから、ひなちゃんに有利な種目にしようよ。うん、最低限足の負担が少ない競技にしないとね。そうなると球技とか陸上競技は難しいかな。球技って時点で相手に部があるよね。バスケ部だし。球技、陸上競技を除くと選択肢ほとんどなくならない。格闘技とか？本当に戦ってどうするのよ。リフレクターになれば余裕だよ。ダメ。ごめんごめん、冗談だよ。あ、そういえば明日プールの授業あるよね。水泳ね。なるほど。うん、それなら公平かも。ひなちゃん、水泳得意なの？苦手ではないかな。リハビリでは泳いだり水中を歩いたりしてるし。じゃあ決まりだね。そういえばひなちゃん、勝ったら何をお願いするの？トレーニングを手伝ってもらうとか？それはまだ考えてない。ライム、これは勝負することに意味があるんだよ。そうなの？そうなの。でもひなちゃん、クラスのみんなと仲良くするのは嫌なの？うん、売り言葉に買い言葉になっただけ。そっか。それじゃあ私はケイに伝えるから先に戻るよ。